皆さんこんにちは。クラントリオンチャンネルバーチャル DTMer のリオンです。たったの9ステップで誰でもチルでリラックスできるローファイヒップホップが作れるようになる方法をお伝えします。今回の目次はこちら。動画で使用する DAW ソフトはキューベースですが、どの DAW でも基本的な作り方は変わりませんのでご安心ください。また今回使用したプラグインの購入先はすべて概要欄にまとめておきますので、気になった方はぜひそちらをチェックしてくださいね。まずは BPM を決めます。だいたいおすすめは70から90くらいですかね。ということで今回は BPM90 でいきます。次にコード進行を決めていきましょう。今回は価格とクオリティのバランスが最強な超おすすめピアノ音源、アディクティブキーズのエレピを使います。ローファイヒップホップのコード進行はエモさが命。そして以前の動画でもお伝えしましたが、エモいコード進行にはテンションの音が命。ということで今回はおすすめのコード進行を4つ用意してみたので、まずはこちらをお聞きください。いかがですか？これだけですでにおしゃれなカフェとかで聞こえてきそうな雰囲気が出てますよね。3のコード進行が一番気に入ったので、こちらを使用していきましょう。そしてローファイヒップホップではヒューマナイズが命。すべてのノートの音量やタイミングが一致しているとどうしても打ち込み臭くなってしまうので、このように少しずつベロシティやタイミングをずらして人間が弾いている生っぽさを演出するのを忘れずに。次にリードメロディーですね。チルでリラックスできるローファイヒップホップでは激しいメロディーではなくゆったりとしたメロディー作りを心がけましょう。使用音源はコード進行と同じくアディクティブキーズのエレピです。ベロシティに強弱をつけて生感を出すのと小さいノートを加えて人が弾いている感じを出すのを忘れずに。次にベースですが、あまりベースラインは動かさずにコードのルート音を弾けば OK です。先ほどのコード進行をコピペして一番低い音以外全部消しちゃいましょう。使用音源は無料のアンプルベース P2 ライトです。こちらもベロシティを一定にせず強弱をつけています。ドラムの打ち込みはそんなに難しくありません。キック、スネア、クローズハイハット、オープンハイハット、クラッシュのみです。こちらも音数をあまり多くせずに、ちょっとスカスカかなくらいでいいと思います。よく見るとドラムも打ち込み感を消すためにタイミングを少しずらしてありますが、あまりずらしすぎるとリズムが破綻するので、ご自身で聴きながらいい具合のグルーヴ感を作っていきましょう。今回使用したドラム音源は、ヒップホップやレトロスタイルにぴったりなユージャムのビートメーカードープを使用しています。今回は自分で打ち込んでますが、元から様々な音色やドラムパターンが数えきれないほど用意されていて音作りも可能ですので、興味がある方はユージャムビートメーカーシリーズを解説した過去動画も概要欄に載せておくので合わせてご覧ください。
そしてボーカル素材もローファイヒップホップには欠かせない要素ですね。ボーカル素材を拾ってきてご自身の思い描くボーカルチョップを作ってもいいと思いますし、ローファイ向けのボーカルサンプルを貼り付けるのもありだと思います。こういったボーカルサンプルはループクラウドやスプライスで腐るほどゲットできます。こちらも過去に解説した動画と合わせて概要欄に載せておきます。さあ、もう一つ大事なのが環境音です。これも今まで作ってきた様々な動画でお伝えしていますが、フューチャーバウンスなら歓声の音、トロピカルハウスなら夏を感じさせるさざ波の音など、そのジャンルに合った環境音を入れることでグッと世界観を演出することができます。ということで、今回は都会の喧騒と雨音の環境を入れてみます。こういった環境音のサンプルもループクラウドやスプライスで腐るほどゲットできます。こちらも過去に解説。いよいよあと少し。ここまででもいい感じですが、さらに打ち込みのデジタル感をなくしてアナログ感を出すためにエフェクトを使って楽曲をあえて汚していきましょう。コードとリードメロディーにはアディクティブキーズと同じく XLN オーディオから RC20 レトロカラーでローファイ感を出します。プリセットを選ぶだけでいい感じにビートを汚してくれるローファイ系のジャンルに限らず超超超人気プラグインなので、知らなかった人は絶対チェックです。そして UJAM のビートメーカーがいい仕事をしてくれているドラムもさらに汚すためにデシモート2を使います。パッと見て難しそうですが、こちらもプリセットを選ぶだけで実機のサンプラーを通した音を再現することができる音質やリアルなサウンドにこだわりたい人にはめちゃくちゃおすすめのプラグインです。持ってるだけで、ふっ、こいつわかってるな、感が出るので僕はめちゃくちゃ気に入ってます。環境音にはアイゾトープのバイナルを使いました。こちらは年代やホコリっぽさ、張り飛び感などを適当に選ぶだけでいい感じにビートが汚れる優れものです。ということで、最後は1から8までで作ったものをこのように組み合わせれば完成です。そして最後にアイゾトープのオゾン9で簡単にマスタリングしちゃいましょう。マスタートラックにオゾン9を挿して、マスターアシスタントを選択。今回はローファイヒップホップですし、モジュールではヴィンテージを選んで、オゾン9パイセンに曲を聴いてもらうだけ。が上がって EQ やコンプなど適切な処理をしてくれました。オゾン9は今買っておくと、現在発表されているオゾン10が今年発売された際に無料になる権利がもらえます。オゾンはアイゾトープでは超絶対的最重要プラグインなので、持ってない方はゲットしてください。それでは完成品を聞いてみましょう。
ということで、誰でも9ステップで作れるローファイヒップホップの作り方はいかがでしたか？たまにはチルでリラックスできるおしゃれな雰囲気を味わいにカフェにでも行きたいけど、暑い夏は外に出たくない、そんなダメ人間 DTMer のあなたはぜひ真似して作ってみてくださいね。今回使用したプラグインは全てローファイ系の音楽に限らず、どのジャンルでも使える人気のものになりますので、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。厳しい暑さが続きますが、皆さん体には気をつけていい DTM ライフを送ってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。中止からげナンバー